こんにちは、バルです。今日はビーズの雑談ラジオをしていきたいと思います。はい、ぜひですねラジオ感覚でお届けしますので、ながら聞きで楽しんでください。ではですね、まずは、無事と言いたいところなんですけれども、今回もフリートークでございますね。なぜならばですね、私はですね、現在ビーズのハイウェイ X は始まっておりますが、ネタバレ回避中でございます。はい、多分ですね、あの動画の内容というかアップする動画を見てですね、察してくださっているあの方もいらっしゃると思うんですけれども、ですね、自分がライブに行くまでは、断固としてですね、ネタバレはしないと、はい、あの心に決めてですね、日々過ごしております。はい、ですね、まあ、個人的にも早くツイッター見てですね、あの行かれたファンの皆さんのコメントを見て楽しみたいんですけれども、今回ばかりはですね、初というか初めて出る曲とかもあり、久しぶりの有観客ライブ、まあ、フレンズもあの入らせていただいたんですけれども、まあ、こうビーズさんのですね、まあ、ロックの、ロックメインのですね、イベントということで、まあ、今回は本当にゼロベースでですね、もう浴びたいと思いまして、はい、禁酒ならず金ネタバレということでやっております。はい、ですのでですね、今回のフリートークはですね、非常に浅い内容になるかもしれませんが、はい、ぜひながら聞きとしてゆるっと BGM 感覚でつけていただければと思います。はい、ではですね、まずハイウェイ X は先週ですね、初日を迎えました。無事に終わったということで本当にお疲れ様でした。そしてですね、福岡公演、3000、もうプレミアムですよね、初日というプレミアムチケットですね、ゲットして参戦された皆様、本当におめでとうございました。お疲れ様でした。どうでしたか？もう早く聞きたいんですけど、ネタバレだけは本当にちょっとお待ちくださいというところなんですけれども、ぜひですね、ふわっとした内容でもいいので、こうコメントいただけると非常に次のライブへの期待感が高まりますので、ぜひお願いします。はい、でですね、もうこの公式さんのですねツイートを見ましたか？もうこのお客さんがもうびっしり入って、この照明の色合いも素敵ですよね。本当にこれ見ただけちょっと感動しちゃいました。はい、もう早く私もこの瞬間に立ち会いたいと本当に思いましたね。なのでもう本当にこのライブに入られた方は、もうどんな感覚だったんだろうとか、こう稲葉さんと松本さんが1回目に出てきた瞬間どういう風な気持ちになったんだろうというのはすごく気になっております。はい、ですね、でですね、今週というか、このラジオを撮っているこの日はですね、土曜日ですので、5月21日土曜日ですので、まあ、今日と明日はですね、静岡公演ということで、行かれる方は気をつけて楽しんでください。そして来週はですね、5月26、28、29で東京公演となります。はい、ですね、私はこの東京公演に参戦する予定ですので、ここで行ってきたらですね、ぜひ感想をアップさせていただこうと思っております。はい、で一応ですね、ネタバレありバージョンとネタバレなしバージョン、2つを作ろうと思っておりますので、はい、ぜひはですね、それぞれに合う方を選んでいただければと思います。はい、でですね、多分この私のネタバレ回避中をですね、させていただいたファンの方からですね、まあ、動画の方にもコメントを入れてくださったんですけれども、まだツアーグッズですね、ツアーグッズはですね、もうこれは非常に並ぶ列がすごかったっていうところで、まあ時間ギリギリで来ると危ないよということと、もう早く並ばないと Tシャツとパーカーですね、まあ、ほとんど完売しちゃうよっていうような情報をいただきました。有益情報ありがとうございます。そしてですね、 T シャツはタイトめに作られているよっていうところで、一つ小さいサイズで買ってしまうと、結構ピチピチになってしまうので注意ですよっていうこともいただきました。はい、本当にですね、貴重な情報をありがとうございます。はい、そしてやっぱり写真とかで見るとですね、白の T シャツ、このモノクロに緑のバッテンがついている T シャツ、本当に可愛いなっていうふうに思いましたね。パーカーもブルーの骨骨のパーカーもすごく
可愛かったですね。まあ、あれを着こなせる人はなかなかもう強者、はい、強者様だと思うんですけれども、うん、なんかすごく良かったですね。やっぱり 生でっていうか実物を見るとやっぱりテンション上がりますね。はい。そしてですね、ライブの方はですね、あのビズのお二人はあのお元気そうですというところですね。もうそのツイートを見て私は安心してですね、あのツイッターをあの禁止することができました。はい、ありがとうございます。そしてあの動画のコメントの方にはですね、きよしさんのプレイが最高でしたよっていうコメントをいただきました。本当にありがとうございます。ですね、あの早く私もきよしさんの、あのベースを聞きたいなというふうに心待ちにしておりますしですね、あのやっぱりこう見終わった後に、見終わった後がライブ終わった後にやっぱりその人のことを好きになる、ファンになると、まあ、動画を漁りたくなりますよね。もひにちゃんもそうなんですけど、あのインスタの彼女の投稿をあのいろいろ遡って見たりするのが本当にですね楽しくてですね、まあ、早くそのこうライブに、まあいい、まあ、ライブを見た、そしてその後の楽しいこと、あの楽しいオタク活動じゃないですけど、そういうこともひっくるめてですね、まあ、早くあの体験したいなと思っております。はい、ですのでですね、あのコメントをいただいた皆さん本当にありがとうございます。はい、ではですね、まあ、ライブの話はここまでにしまして、あとはもう一個ですね、あのすごく共感できるニュースがありましたので、はい、こちらもシェアできればなと思います。はい、ですね、ヤフーニュースに転載されておりましたが、ビーズがいまいちと思った時は私の体調が悪いに共感の声が続々という、記事でございます。はい、でこの記事のですね、あの発端になったツイートがあるようで、そちらの内容を、お伝えします。はい、ビーズファンのお姉さんが、ビーズはいつも最高なのでいまいちと思った時はビーズ側じゃなくて私の方の体調が悪いといったツイートを思い出したというツイートでございます。はい、まあ、誰かが言ってたことに対して、あ、そうだよねっていう内容でございます。はい、まあ、このツイートにですね、まあ、共感の嵐ということでした。はい、でまあこういうのってあるあるだと思うんですけど、まあそこのニュースの記事の中にですね、他にも共感のコメントが入っていて、例えばですね、なぜか無性にビーズの Don't Leave Me を聞きたくなる時があって聞くんですけど、それが大抵5月なんですよね。なので個人的にそれを5月病と呼んでいるんですけどっていうコメントですね。まあちょっとこれわかりますね。例えば夏になったら、なんかこう U&I が夏というか、こう梅雨手前、夏ちょっと手前になってくると、U&I が聴きたくなるとか、なんかこう、冬になると、綺麗な愛じゃなくても、を聴きたくなるとか、そんな感じですよね。皆さん、共感いただけますかね？はい。ということで、ちょっと、それはね、ぜひコメント欄にいただければと思うんですけれども、本当になんかこう、自分なりのこう、サイクルで、こういう時ってこの曲聴きたくなるよね、とかありますよね。非常に、ファンあるあるだなと思って、はい、聞いてたんですけれど、まず、まあ、とどつまりこのツイートはですね、時々タレントさんへの可愛さもあって、憎さ100倍みたいな書き込みを SNS で目にすることがあるので、自分がうっかりそちら側へ行かないためにも、心の片隅にずっと持っていたい考え方だと思いますというところで、やっぱりそのアーティストさんだったりとか、好きなものに対してのリスペクトを忘れないようにしようねという、まあ、意図。まあ、考え方ですよねっていうことをまあ伝えたいっていうことだったので、まあ、非常にそれは共感できるなと思いました。はい、うん、そうですね、なんか非常にこの現象はすごく共感で、この今の考え方にとっては本当に必要なことだと思いますね。はい、なのでまあうまくなんていうんですかね、こうアーティストさんの付き合い方というか、はい、やっぱりその稲葉さんのオリジナルグッズにもリスペクトっていうのを自分で書かれていたんですけど、やっぱりそういうことを、まあ、誰に対しても忘れないことがすごく大事だなっていうふうに思うのと同時に、自分がたまにそういうふうになってないかなっていうのはちょっと気をつけたいところではございますね。というところで非常にですね、共感できる
あの内容の記事でしたのでご紹介させていただきました。はい、じゃあですね、あのビーズのハイウェイ X ツアーですね、あのまあ始まりまして、まあ、終わるのは8月ということで、そして8月にはですねアルバムも出ますというところで、まあね、この長い公演の中で、まあ、きっといろいろあると思いますが、まあ、しっかり愛を持ってですねビーズさんとのこのイベント期間を楽しんでいければと思います。はい、ではですね、今回はフリートークだったんですけれども、最後までご視聴いただきありがとうございました。そしてですね、静岡公演行かれる方、東京公演行かれる方、本当に体調には気をつけてですね、あの全力で楽しんでいきましょう。はい、ではですね、今日は以上とさせていただきます。それでは失礼いたします。